アダムス広場駅はかつてマサチューセッツ州ボストンダウンタウンのアダムス広場の地下にあったトラムの駅である。1898年に開業し、1963年まで使用された。1898年の開業当初の出入り口、アダムス広場駅のレイアウトアダムス広場駅はユニークなレイアウトを持つ、期待専用の珍しい駅であり、 1898年9月3日にトレモント通りサブウェイの北側の残りの部分と共に開業した。駅は当初路面電車専用に設計されたが、1901年に改修され、1908年にワシントンストリートトンネルが完成するまで地下を走る幹線の高架列車にも対応した。その後、駅は路面電車専用に戻った。 スコライ広場とアダムス広場には、チャールズ・ブリガムが設計した4面の時計塔を備えた、同様のバロック加工岩の出入り口の建物があった。アダムス広場のものとは異なり、スコライ広場の出入り口には、建物の一端に入り口があった。小さな出口構造が北にあり、ブラトルループの上空には、コート通りとブラトル通りに面する建物に組み込まれた、別の入り口を使用していた。 トレモント通りサブウェイの出入り口は、スコライ広場の出入り口が、大規模なソーダの噴水とされたのに対して、見事に記念碑的であると強く批判された。イーストボストントンネルとワシントン通りトンネルの、その後の駅は、この批判を取り入れて、より控えめな駅舎となった。1931年、出入り口は、自動車ドライバーの視認性を高めるために取り壊され、 近代的なデザインの非常に小さな建物に置き換えられた。アダムス広場駅は1963年10月28日にガバメントセンターの更新プロジェクトの一環として閉鎖され、その後ボストンシティホールの建設中に大部分が取り壊されて覆われた。ウィキメディアコモンズにはアダムス広場駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。